人違いだったらすいません。ジェイ・カトラスさんですよね。そんな風に勘違いされてみたい達也です。チャンネル放置で申し訳ないです。動画にしていませんが、増量チャレンジは続いています。筋トレは人生を好転させる。これは間違いないと思います。ただし、増量ペースは1年目と同じようにはいかず、本当に難しいものになりつつあります。今の体重は78キロで、数値だけなら悪くないように思えますが、私の身長188センチを考慮するとまだ標準体型でしかありません。これは私よりも低身長低体重の著名人と比較すると分かりやすいので、私の世代の最強の格闘家の一人、山本キッド則文選手を参考にさせていただきます。キッド選手の体重はこの時63キロです。私は彼より15キロ重い78キロですが、彼の方がマッチョに見えます。彼のこの時の体重は、私がこのチャンネルを始めた時のガリに悩み抜いていた頃の体重と同じです。これは単位表面積あたりの筋肉量の違いから説明できます。女子棒体重の単位質量を算出する FFMI による比較が適していますが、FFMI の算出には正確な体脂肪率が必要で容易に計算できず、ここでは精度に劣るものの、身長と体重から容易に計算できる BMI を使って考察します。ボディマスインデックスの頭文字である BMI は、名前の通り単位表面積あたりの体重を指す指標ですから、体重を身長で2度割ることで得られます。キッド選手の BMI はこの時 23.7、 対して私の BMI は 22.06 です。 BMI に 1.63 の差があり、私の方が BMI が低いことが分かります。これはキッド選手より平米あたり 1.63 キロ痩せ方である可能性を示しています。実際には体脂肪率を考慮しない BMI は血管指標だと感じていますが、計算がこのように容易なため目安にはなります。この計算からキッド選手と同じ BMI になるには、私は 83.7 キロになる必要があると分かります。188センチの人は 83.7 キログラムまで増量に成功することで、初めてキッド選手と同じ筋肉か体脂肪、もしくはその巨漢を支えるにふさわしい血液量や臓器の質など基本的なものを手にしたことになるということです。よって BMI で勝る彼の方が私よりはるかにマッチョというわけです。最初でも触れましたが、理想は FFMI での比較がベストです。もし私が160センチ台の身長であれば、すでに全盛期のキッド選手を上回る驚異的な肉体をしている可能性が高いです。キッド選手が63キロという体重であれだけ活躍されたことを考えると、私の今の体重で160センチ台で何らかのスポーツに若い頃から打ち込んでいた場合、派遣を取った可能性も冗談なしであり得たと思います。まあ、それが誰しも難しいことで苦しいことで、ほぼ全員投げ出したか体の負担で一線を退いたからこそ、当時の男たちは160センチの身長で63キロという大型の体を作り上げた最強の男、山本キッド選手を崇拝したわけですが、有名人でキッド選手と同じ身長で78キロの体型の人は見つけられませんでしたが、悪い例としてハリウッドザコシショウさんが170センチの身長で78キロのようです。体脂肪率は異なると思うので BMI 比較に適していませんが、大雑把に言えば身長が異なると同じ体重であっても体型に大きな差が生まれるということを示してくれています。長々と頭でっかちな話をしましたが、要するに背が低いというのは男性も女性も多くの方が嫌う傾向にありますが、こと筋トレや運動能力という面に注目すると、同じ努力でつけた筋肉10キロでも背が低い人の方が単位面積あたりにつく組織の量が多くなり、相対的に小さくて軽い体を大きな筋肉で動かす能力を得たことになります。よって同じ努力でも見た目はもちろん運動能力に差として現れるということはご理解いただけたのではないかと思います。実際にボディービル優勝者の多くは低身長の人が占めている印象です。もちろん例外な方もいます。身長188センチと私と同じでサブカルに過ぎなかった当時のボディービルの世界を一躍有名にし、スター街道を駆け上がるこの方です。この時シュワちゃんの体重は106キロだそうです。この絞った肉体で BMI は 29.9 と驚異的です。人間がドラッグなしで到達できるとされる女子棒体重の最大値 FFMI25 を余裕で超えていて、嫌いになりそうなのにターミネーター2は大好きなので私はそこに触れることはできません。シュワちゃんがチーターなのか本物なのか気になるという方は計算してみてください。言い訳じみた動画を作るつもりはなかったのですが、筋トレにおいては例外はいるにせよ、高身長には高身長なりの悩みがあるという点をご理解いただけたのではと思います。筋トレはコンテストに出ず趣味に留めるのなら最高の趣味です。頑張る分だけ知識と努力がうまく噛み合った時にだけその分の筋肉が与えられるという癖の効かない世界です。20万もするファーコートを身にまとって自慢するガリガリの男より20キロの筋肉を身にまとってユニクロシャツで過ごす謙虚な男に私はなりたいです。
これからも不定期ですが動画を上げていくと思います。今日のような戦車かホラーゲームに凝っていることもあり、そっちの動画になるかもしれませんし、ならないかもしれません。長くなりましたが引き続き見てもらえたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。